これすごいっすね。変わったことしてる。すごい、何あれ。タコ？タコ。あの足がなんか風と違うてえらい不自然に動き動き。最高やねこれ。あれ、あの向こうの道路から見えるけどびっくりして何これと思って慌ててきたが、おもろ。これ実際めちゃくちゃでかいんですか？だいぶ上におる今。8メーター。足が長い。はあ、怖いもん。びっくりしたぎマジで。宇宙人が飛ぶ重たい。重もうなんか南海地震も来るし、終わったのかと思った。とうとう来るかも。すごい、はい、手作り？いや、これね。うん。オーリーガイス。あ、こういうオーリーガイス。怖、はい。あのアマゾンの海。へえ。僕はね、3年前にね。はい。バリエ行ったわよ。はいはい。はい。ほんならね、こんなタコどっさい飛びうがやん。へえ。島やんか。はいはいはい。ほんで、でかいタコ飛ばいてね、うん、木が凍りつけちゃう。おお。もう電線も何もないぎ、やりたい放題。おもろいね、思って。ネットで探したアマゾンやった。へえ。こりゃすごい。あの、この足がほら、はい、なんか、風で揺れゆにしちゃ不自然なきと思って。そういう素材なんですか？あえてこんな揺れ方するような。ただのビニールだよ。え、そうなんです？ただのビニールだともっとなんかベーってなりそうだけど。普通のビニールってナイロン。へぇー。僕2年前に買うたけど、たった3000円。へぇー。それが一つ今買うた。あぁ。ボロボロのメイドインチャイナの箱は入ってる。なかなかの引きやね、それ。魚やったらかなりの大物の引きですね。物がでかいしね。ああ。無理にやったら切れるからですよ。これ切れたら大事やもんね。ほんまっすね。すごいこれ。うわ、寄ってきた。怖い。ほんますごい重たそうですね。これ、YouTube 上げていいですか？うん、お願いします。あの、名前とか顔は伏せるんで。このタコ、衝撃やわ、なかなか。はい、げてください。すごい、よう見たら、これ、目があるわ、す、はい。怖っ。よかった、知り合いがいるよって。おいしい。でかい、怖い。寄ってきたら、これ、また、でかい。化け物や。化け物やか、これ。いや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 、でかい。これ上げるから、どうやって上げるか、こんな。ほんまです、でかい。ドリルもいるね。はあ、すげえ、結構上がっちゃったですね、何十メートルも。うわぁ、捕食される。やっぱりタコは釣り竿やろ。タコあげるわ。タコあげるというか、もう宇宙人釣った人やね。宇宙人。うわぁ、来た来た来た。あ、中に空洞になっちゃう駅。ビラビラじゃなくて、なるほどね。ほんで不自然な動きが。あ、風を加えるわやん。おもろ。
なるほど。ちょっと上げてみますか。いや怖い、要線上げるとこは取りたいけど。あ、こんな感じ。作ったこれ。え、作った。これ作った博士やね。すごいよ。これをこの釣り竿で。おもろすぎるろ。ネタを提供しろ。あ、これ宇宙人が撤収されるわけやね。片付けも段取りええで。僕だってあの釣り動画と、はい、なんかこう変な生き物とか見つけたら撮ってあげようやけど、はい、これはまさにもう集大成やん。釣りで変な生き物やん。これよかったけど、しっちゅう人がやるって話聞けたき。これ知らんまんまあげたら絶対もうなんか嘘のやらせやん。あ、こういうことなんやなって分かってよかったわ。はあ、宇宙人綺麗にピンクの袋入ってしもた。最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。あ、それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画関連動画となっております。またよろしくお願いします。